はい、銀です。今日紹介するのはこちらですね。ハンギョドンのポップアップストーンに行ってきたよという動画になります。ロフトさんの方で展開されてて、結構面白いものになってました。見たことないデザインなので、今回新規イラストかなだとは思ってるんですけど、ハンギョドンでね、一番、まあ自分が集めてて実用的なものって言ったら、まあ、ハンギョドンのトレーティングステッカーということで、まあ3枚買ってきたよという動画ですね。めっちゃ軽めの動画なんで、まあゆっくり見ていってください。まずは、一袋目。 よいしょ。ぬいぐるみとかね、めっちゃ可愛かったんですよ。で、パーカー特にパーカーと、長袖の、かなあの、ものがあって、めっちゃ可愛かったんで、お金に、ね、余裕がある方はぜひね、買ってみてください。それでは1枚目。はい。あれうわ、可愛いい。はい、1枚目はこちらですね。アイマスクをしている。しかも、ハンギョロンがサユリのアイマスクをしてて、サユリがハンギョロンのアイマスクをしてるっていう。 かわいすぎんかかわいすぎ。いや、まじでいい。いや、めっちゃいい。最高のステッカーですね。2枚目。ダブル、まあ、ダブらんことを祈るかな。動画的には。まあ、使うこと考えたら、ダブってほしいところ。はい。あ、ダブったーでも、かわいいから、良き。はい。2枚目ですね。はい。それでは3枚目。ラストですね。ピッ。 お、違うね、これは。ピッおーわ可愛い,いカラオケだはい。ハンギョロンとサユリが、まあカラオケしてて、サユリが盛り上げてるよって、マラカスでね、盛り上げてるよという。はい。こんな感じで当てることができました。いや、でも、正直、これ、可愛い,いから、ダブったのは熱いかもしれない。僕的にはね、動画的には美味しくないけど。はい。ということでね、こんな感じで、まあ3枚買ってみて、まあ自分のお気,に、まあ、気に入ったものが、まあ2枚ダブって、 で、一枚はね、あの、このカラオケをしてるよっていうものになります。いや、いいね。かなりいいんで、あのー、全国のロフトさん、あの、本当に、あの、概要欄にね、あの、公式サイト載せておくので、あのー、 気になった方は、近くの店舗、まあちょっと遠い可能性もあるんですけど、まあ結構店舗絞られてたので、まあ、近くの、あの、お店が、ロフトさんがある場合は、まあ、行ってみてはいかがでしょうか。あの、本当に商品展開めちゃめちゃあって、あの、おすすめです。このね、あの、ステッカーは絶対買ってください。それでは、このあたりで終わっていきます。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。最近ね、ハンギョロの動画出せてなかったんですけど、こういう形で出せたので、またね、まあちょくちょく、まあ気になったもの、 ま、イベントとかあったらね、あの動画にしていこうと思ってますので、あの、ハンギョロン好きの方も、サユリ次好きの方も、あの、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それでは終わっていきます。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。